が勝って、ここでエッセンスはまたしても新昇竜拳を選択している。ハムのネクロ対エッセンスの竜、2連勝のタムネクロ。ここでどうにか流れを引っ張り引き出して引きずり込んで、なんとか強者に上がっていきたい。このタムネクロ、さあ竜側はバロンは真空波動拳を普段選択していますか。真空波動拳や電子波動拳選択している中で、このエッセンスは新昇竜拳を選択している。ネクラッパー、キライパー当たって、ダイパン波動拳は当てている。飛び込みはしっかり倒して、これはタムのペースか。さあここでタムが3連勝するようなことがあると一気にいってしまいそうな感じもある。新昇竜拳の芸者溜まっているが、逆にスネークが1本溜まっている。そのスネークを最初に使っていく。いやー、上も地上も見てますね、タムさん素晴らしいです。ターゲットですね。さあ体力リードしているのはタムのネクロ。ここで上がってきたのは国威の竜。流れを作っているのは現在タムネクロ。おっとここでバンドから中足新勝利決まって追い打ちを減らす。ちょっと普段使い慣れていないんでしょうか。しっかり反則です。しっかり決めてタムネクロが3連勝。ここで、国